はい、どうもこんにちは、こんばんは、お久しぶりでございます。こういったまたレビュー系っていうのは久々に出すんで、久々にやっと出せました。いろいろ忙しくて全然出せなくて、この夏の夏使うために買った新しいカメラがありまして、これがこれです。ドン、 GoPro Hero 3 ブラックエディションです。買っちゃいました。結局もうね、2ヶ月ぐらい経ってるのかな、もう経ってて、まあ忙しくて全然レビューできなかったんで、やっと今回してみたいと思います。もう発売して1年弱か経ってるんで、次のモデルが出るって言われてて、どうしようかと思ったんですけど、まあ、夏使いたくて買いました。ブラックエディションで、この GoPro Hero 3 プラスブラックエディション、今日9月9日なんですけど、9月9日現在価格コムで 44,280円で販売されてます。おそらくどこで買ってもこの値段だと思います。Amazon とか場所によってはそのポイントがついたりするから、まあ、場所によってはこれより4000円ぐらい安く買えるのかなっていった感じですかね。あと値引きとかでもしかしたら買えてもいそう。なんで買ったかっていうと、やっぱり夏のねレジャー旅行いろいろあるわけです。それをやっぱ撮りたくて、日常を結果大正解、本当に面白いから、画角が広くて面白いがいっぱい撮れる、めちゃめちゃいい。で、今ってもうそのアクションカムっていう類のカメラがちっちゃくて画角が広いようなカメラがたくさん出てて、今自分は GoPro をもうおすすめします。絶対におすすめ、これが一番いいとも思います。まあ、買ったからっていうのもあるんだけど、 AEE のマジカム SD21 っていうアクションカムがあるんですよ。まあ、そちらもまあ GoPro みたいな感じで、 GoPro みたいな感じなんですけど、まあ安い値段が。マジカム SD21 っていうのは GoPro に比べると最初からいろいろついてるんですよ。いろんなマウントとかバッテリーもついてる、液晶もついてるし、ハウジング防水ケースもついてるし、でこれなのに GoPro のブラックエディションの半値以下ぐらいの値段で売られてるんですよ。結構この GoPro とマジカムで迷う人って多いと思うんですよ。自分もこの GoPro を買う前に買いました、SD21 買ったんですけど、これがもうダメダメで、まあ、この話はまた別でするとして、本当に別でがっつりします。これはおすすめしません。で、まあ、いろんな話はしてたんですけど、まあ、GoPro、まあ、どんな感じで撮れるかっていうのをちょっと、じゃあ見た動画がいっぱいあるんで、まあ、ちょっとそれ見てください。はい、どうぞ。はい、どうでしょう。こんな感じです。もうね、めちゃめちゃ画角が広いんですよ。今なんか横とか今カメラ映ってないけど、今ここの距離がね1メーターないくらいだけど、これ GoPro で撮るともう両手はもう両手のこっちもこっちも映るし、もう縦も下もいっぱい映るから面白い、本当に。で、なおかつその iPhone から Wi-Fi で連携して撮ったりすることができる。だって GoPro こうやって見ながら iPhone でこうやってこっちで操作してこうやってね、こうやってグーッとしながら、こうやって見ながら、こうやってっていうこともできる。画面はついてないけど iPhone とか Android から見れるから、まあそこは別に問題ないかなっていうところで、まあ、唯一問題なのがこの電池の持ち方。見てもちょっと分かるけど、ちっちゃいんですよ。こんな手のひら完全にグーッと収まっちゃうくらい小さいから、まあ、搭載できる電池も必然的に小さくなっちゃって、だから iPhone と GoPro を Wi-Fi でつないで撮影なんかしてたら、もう1時間とかであっという間になくなっちゃうんで、予備バッテリーとかモバイルバッテリーないと、まず1日撮るなんで、本当にここへ行ってこれだけを GoPro で撮るかまあそれは多分全然大丈夫だと思うんですけど、例えば俺なんてそのアップしてある動画見てもらえれば分かるんですけど、朝からもうずっと出かけ先でずっと撮ってて、こうやって、まあ、棒につけてね、GoPro、その棒、はい、今これ抜け殻みたいなのついてるんだけど、このハウジングケースこの中にこうやってこうやってやってこうやってやってるんだけど、まあ、
ってやってるとも絶対持たない。電池がない、まず持たない。だからそこだね、唯一の欠点。本当にそれ以外は本当完璧だと思う。というわけで GoPro を買ったというお話でした。もっと細かい話はね、次回がっつりしてみます。例えばその GoPro もいろいろあるんですよ。ブラックとかシルバーとかホワイトエディション、スペックもいろいろあるんだけど、なんでブラックエディションを買ったかっていうことも話したいし、であとはそのマジカの SS21 をおすすめしない理由、これも絶対話しておきたい。あれはもう本当にやめた方がいい、はい、というわけで次回はもっと詳しく話していきたいと思います。それでは。